ちらは第17回倉敷ひいな展1階展示室の様子です。今回はグロツツマンリナさんの作品をご紹介いたします。作品タイトルはマーメイド、ビスクドールの球体関節人形です。人魚姫をイメージしてキラキラとした艶やかな肌の質感をビスクで表現しました。波打つような髪型は海をイメージさせます。光沢のある肌の質感はどこか魚の鱗のようでもあり、人魚が完全に人間になっていない雰囲気が表現されています。かすかに開いた口元から覗く歯はよくよく見ると魚のそれと同じようで、どこかこの世界の住人ではないような雰囲気を醸し出しています。ドレスやアクセサリーはすべてオリジナルで、アンティークの生地も交えて作品のイメージに合わせて染めたりして仕上げているそうですよ。細部にこだわりと思いを感じられるグロツツマンリナさんの作品です。なごみの創作人形倉敷ひいな展は2007年から毎年2月下旬に岡山県倉敷市の倉敷美観地区内ギャラリー十路にて開催いたしております。作家主催の定期開催の企画展として2023年おかげさまで17回目を迎えることができました。第17回の今回は全国より53名の作家が集い、個性あふれる華やかな創作人形の世界が展開されました。それでは会場の様子をご覧ください。